私のアトリエへようこそ。マリーのアトリエリメイク、ザールブルグの錬金術師。ここはザールブルグ。マリーはこの町の王立魔術学校の創立以来最低の成績を取ってしまう問題児。そんな彼女に卒業試験として一軒の工房が与えられました。果たしてマリーは試験に合格し一人前の錬金術師になれるのでしょうか。ザールブルグの周りには自然がいっぱい。四季折々の綺麗な景色が見られます。錬金術の材料を拾ったり捕まえたり、時には珍しいものが見つかることも。手に入れたアイテムを調合するうちに作れるものはどんどん増えていきます。町の人たちの依頼を受け、みんなと絆を深めていくマリー。貴様と話すようなことは何もない。少なくともあなたは嫌いじゃないからいい。工房を豪華にしたり、妖精さんを雇って仕事をしてもらったりと順調な様子ですが、さすがお嬢さんは人を見る目があるようだ。街の外には危険もいっぱい。仲間を雇って出かけましょう。仲間と一緒なら遠くの場所でも怖くない。伝説の魔物に出会うことだってあるかもしれません。5年の期限で試験に挑戦するのも、制限のない無期限モードでのんびりするのも、遊び方はあなた次第。人生かな。知ってるの、私の病気が絶対治らないってこと。私のこの剣にかけて。自由気ままなスローライフ RPG。 世界を救うのはもうやめた。マリーのアトリエリメイク、ザールブルグの錬金術師。7月13日発売。オリジナル版を収録。デジタルデラックス。プレイステーション。